8日に最大震度6弱の地震を観測した宮崎県では、実際に津波を観測した日南市にあるこども園で避難訓練が行われました。机の下に避難してください。震度6弱を観測した日南市の認定こども園で行われた訓練では、津波警報などが発表されたという想定で、園児と職員が近くの津波避難ビルの屋上まで避難しました。安全にここまで連れて来られるかっていうのを、今後の避難訓練にもつなげていけたらいいのかなというのは感じています。こちら川の水を利用したプールです。毎年多くの人でにぎわいますが、人気はありません。宮崎市の沿岸部にある野島河川プールは、例年夏休み期間中に多くの子どもたちが楽しむ姿が見られますが、今年は地震の影響で閉鎖を決めました。